マヌエル・ロイター、2010年、マヌエル・ロイターは、ドイツの元レーシングドライバー。ルマン24時間レースで1989年と1996年に総合優勝し、ドイツツーリングカー選手権で活躍したことで知られる。DTM では、主にオペルのドライバーとして活躍した。1970年代に、カートでキャリアを開始。 1985年に DTM デビューを果たし、フォードシェーラ XR4Ti をドライブした。ニュルブルクリンクで初めて表彰台を獲得し、1年後のシリーズ最終戦で初優勝した。この頃ロイターは同時期に活躍したベルント・シュナイダーとフランク・ビエラと共にフォードのジュニアチームを結成した。 オペルアストラ V8 クーペをドライブするロイター1989年後半から1997年にかけて彼はマネージャーの元海一世界チャンピオンのケケロズベルグに一目置かれ以来オペルのワークスドライバーとして活躍するようになった1988年からは DTM と並行してスポーツカーレースにも参戦を開始ブルーモータースポーツに1年間所属して ポルシェをドライブし、1989年にメルセデスに加わり、ルマン24時間レースにも参加。ヨッヘンマストスタンレーディケンズとザウバーシー級をドライブして総合優勝した。1992年の終わりには再びオペルのテストドライバーとして DTM に戻る。ここでロイターは後に投入され、自身のチャンピオンマシンとなる。 オペルカリブラ V6 の開発に密接に関与した。キャリアのハイライトは1996年で DTM にも参戦していたヨーストが使用したポルシエンジンを搭載した TWR スポーツカーで2度目のルマン24時間総合優勝を果たした。同年はまた自身が開発を担当したオペルカリブラ V6 で DTM の後継カテゴリー国際ツーリングカー選手権の ドライバータイトルを獲得した。ITG の廃止後3年間は、ドイツスーパーツーリング選手権に、オペルベクトラで参戦し、チャンピオンを獲得することはできなかったが、合計5レースで優勝。新規定となって2000年に復活した DTM にも、オペルから引き続き参戦した。2003年には、DTM に参戦している、オペルアストラで、フィルカーストレーチェック、ティモ・シャイダー。 マルセル・ティーマンと共に2003年のニュールブルク・リンク24時間レースでも優勝するなど好成績を残した。2005年シーズンの終わりにオペルが DTM から撤退したことでこのシーズン終了後に現役を引退。しかし、ロイターはオペルパフォーマンスセンターのブランドアンバーサダーとドライバーコーチとして活躍しているほか2007年から2013年まで OPC モデルの開発にも関与。クラウスルドビックの後継者として ARD の DTM 放送の共同コメンテーターとしても活躍している。2014年夏以来、ロイターはアクティブな DTM ドライバーによって設立されたデダのスポークスマンを務める。マヌエル・ロイターは2016年以来 FIA ドライバーズ委員会のメンバーである。マヌエル・ロイター2012 オペルアストライチ OPC のホイールで、彼は2005年10月末に8分35秒93で、ニュルブルクリンクでクラスレコードを破る。レーストラックからストリートへ、技術転移のモットーでの、このレコードドライブは、成功にステージングされ、最終的に、ピュアパッションというタイトルの DVD に収録された。オーバーレイ測定データ、航空写真、 およびコックピットの視点からの完全なラウンドを含むインボード記録が含まれ、マーケティングツールとして使用されている。2006年以来、ドライビングパフォーマンスワイマニュエル・ロイター、GMBH というイベント会社を運営し、OPC に代わって2008年のニュールブルク・リンク24時間レースの準備と実施を担当している。2008年9月、ウィスバーデンで行われた、 アイアンマンマイナス70.3トライアスロンで、ロイターは5時間8分で年齢別クラスで7位、総合ランキングで168位を獲得。この功績により彼は次の11月のフロリダのワールドカップに出場する資格を得た。2012年8月4時57分時間のタイムグループでアイアンマンミドルディスタンスのヨーロッパチャンピオンになる。同年、彼は ニュルブルクリンクのグリーンヘルトライアスロンと同年齢層のトライスター111モナコでも優勝した。ロイターはミカエラ夫人と結婚。娘が一人いる。現在もトライアスロンが趣味だという。マニュエルロイター。スーパーツーリングレジスター。2020年12月4日、閲覧。マニュエルロイターオストスプレッカー、DTM、ファーラーグランドングアークシャフト、 www.site.de アブジェローハン AM10 デトセンバー2014ありがとうございます